G20 第2回20カ国地域首脳会合2009年4月2日大ロンドンニューアムロンドン特別区にて、第2回20カ国地域首脳会合に出席した首脳第2回20カ国地域首脳会合は2009年に開催された20カ国地域の首脳会合である正式名称は金融世界経済に関する首脳会合 会場となったエクセル展覧会センター2009年4月2日、イギリスのダイロンドニューアム国で開催された。エクセル展覧会センターを会場とし、20カ国、地域の首脳らが出席した。議長には、イギリス首相、ゴードン・ブラウンが就任し、世界金融危機への対応が同義された。G20 のメンバーとして、先進7カ国、新興経済国12カ国の首脳と欧州。 委員会委員長が出席した。また G20 参加国以外からもオランダとスペインの首脳も出席した。その他、関係する国際機関などから代表者が出席した。会合にて採択された声明では財政刺激策として2010年末までに5兆ドルを投入し経済成長率4%を目指すとしている。ただし、 保護貿易政策は取らず自由貿易体制を堅持することが謳われている。他方、新興国や発展途上国に対する支援についても議論がなされた。声明には国際通貨基金の融資枠を7500億ドルに拡大するとともに国際通貨基金や世界銀行グループの資金基盤強化などを実施し、 1>, 1兆千億ドルを新興国や発展途上国の支援に充てることが明記された。また、首脳宣言の原案には雇用の維持、創出として2009年2900万人、2010年に500万人との数値目標が明記されていたが、閉幕直前に首脳の一人が数値の根拠について質問したところ、誰も算出根拠を答えられず議論が中断する事態となり、 首脳宣言から数値目標は削除された。会合閉幕後、次回の20カ国地域首脳会合は2009年9月の国際連合総会に合わせてアメリカ合衆国のニューヨークで開催されることが明らかにされた。ありがとうございます。